はい、皆さんこんにちは、こうへいでございます。今日はですね、まあ、ちょっとね、気になったテーマがあったので、久々にね、蓮の空のことについてね、雑談をいろいろとしていこうかなと思いますけれども、皆さんね、蓮の空の、まあね、ライブについて、まあいろいろとね、気になったこととかあるんじゃないかなと思いますけども、まあ今度ね、控えたサードライブツアーとかね、まあアジアツアーとかも予定してますけども、まあ単独ライブで言えばね、サードライブツアーが、直近で迫っているということでございます。まあ直近とは言ってもね、11月開始なので、まあまだまだね、予定的にはね、ゆとりがあるかなといった形でございます。まあ4ヶ月後、3ヶ月後とかなのでね、まだまだ全然、先の話ではございますが、直近でね、控えたね、実は、蓮の空名義のね、イベントって、来月に、まあ、9月ですね、にもう一つございまして、それがですね、フェスライブの、上映会みたいなイベントなんですね。はい。要はフェスライブ、6人状態でのフェスライブをもう一度、やりましょうっていうイベントが、こちら、ゼップ羽田、ね、羽田空港、第3ターミナルのですね、横にある、羽田イノベーションシティっていうところでですね、行われる、まあこれイベントなんですけども、こちらのですね、 Z 羽田でのイベント、これに関してはですね、今もそうなんですけども、チケットにかなり余裕がある、空席があるという状態なんですね。一般販売でも先着順で販売されているといった状態でございます。まあ、ただその一方でですね、まあ、先日の蓮の空のセカンドライブも含め、今回のね、まあ、11月に行われるサードライブも含めですけども、こちらに関してはナンバリングライブですね。キャストが出演するナンバリングライブや、その他イベントに関しては、まあ大変な需要があるということで、まあどういったね、これ、まあここまでね、極端な、まあ、違いがあるのかということについてですね、まあ話していきたいなと。要はライブの埋まり具合ですね、イベントの埋まり具合、これについてね、話していこうかなと思います。まあ実際のところですね、Z 羽田で行われるイベントに関しては、まあそんなに、先着順っていうのでね、出てるということで、埋まりとしては、まあすごくいいのかっていうと、まあ普通ぐらいなのかなと。まあ空席が少なくともあるというのはこれ事実ということになりまして、まあただその一方で、蓮の空セカンドライブとかについてはもう争奪戦、争奪戦でしたね。まあ争奪戦だったっていうこともございますし、蓮の空サードライブに関しても、まあ行きたい方が多いということで、まあ需要が高いのかなといった形でございます。まあただその一方でですね、まあ、キャパが狭すぎるんじゃないかといったですね、まあ、指摘だったり問題っていうのがですね、ちょくちょく取り上げられがちなのかなと思います。まあ、要は狭いんじゃないかとか、ね、ドームでやったらいいんじゃないかみたいなね、話とか、ちょくちょく、まあ、私もね、耳にするんですけども、まあ、今回ですね、これについてのね、見解ということは話していくんですけども、まあ、ぶっちゃけまず一つですね、蓮の空のライブやイベントのですね、キャパの埋まりがいいというのは、実際これはいいと思いますよ。はい。ライブツアーでもね、埋まりがいいですし、アリーナクラスだったら十分埋められるんじゃないかなと。まあ、事実埋めてますしね。まあ、ただ、これはキャストが出演するイベントに限るっていうことなんですね。はい。実際 2.5 次元ライブっていうのはですね、今やスタンダードになってきてますけども、逆に 2.5 次元じゃないライブ、要はキャラクターのみが出演するイベントっていうのに関しては、どうしても、埋まりがそこまで良くないという傾向にあります。はい。これはもう昔からね、ずっとそうですよね。要はキャストが、要はね、声を当ててるリアルのキャストが出るイベントっていうのは、まあある程度埋まりがいいっていうのがあります。まあただし、キャラクターのみが出演するイベント、まあ VTuber とかもそうかもしれません。まあ VTuber はね、ちょっとね、僕実例をそんなに詳しく知らないので、埋まりいい悪いとかね、偉そうなことは言えないんですけども、少なくとも会場の規模で見たら、やっぱり狭いところっていうのがやっぱ多いのかなと。まあ、なので、女性声優のやっぱり市場っていうのがどうしても栄えてるっていうのは、まあ一概に、まあ言えないこともないのかなと思います。まあ実際そうですしね。はい。蓮の空のセカンドライブとかはものすごく人気がありましたし、今後のね、まあナンバリングライブっていうのもこれも人気が出るでしょう。まあ、間違いなくね、応募殺到すると思いますけども、まあ、ただキャラクターのみのイベント、まあ、要はフェスライブの延長線上ですよね、ゼップで行われるイベントっていうのは。で、しかもゼップなので、だいたいあそこキャパ1000人とか2000人ぐらいですよね、多くても。まあ、それで、要は空席が出てるということなので、やっぱりキャラクターのみが出演するイベントっていうのに関しては、
ある程度やっぱり需要は限られるのかなというふうに思いますね。はい。まあ、ハスの空のね、キャラクターのみでのイベント、VTuber 限定イベントっていうのはですね、アメリカのロサンゼルスだったり、中国の上海でも行われましたが、やっぱりね、会場はどうしてもこじんまりとしてしまいがちっていうところはあります。これはやっぱりね、まあ、ライブ産業っていうのがですね、キャラクターのみのライブ産業っていうのはそこまで栄えてないからという、まあ、ただですね、じゃあドームレベルでいけるんじゃないかみたいなね、よく話とか聞きますけど、ハスの空ってね、結構ね、そこら辺の塩梅が難しいところなんじゃないかなと思っていて、アリーナレベルっていうのが僕はちょうどいいのかなと思ってるんですよ。はい。よくね、東京ドーム行けるぞとか、ベルナドーム行けるぞって思ってる方いると思いますけども、まあ、それはね、もちろんね、ハスの空を押していて、ね、自分たちがね、そのハスの空をずっと追っかけてて、まあ、日に日にね、こうね、ライブだったりもいっぱいやってくれて、人気なようにやっぱり見えるわけじゃないですか。まあ、ただ、実際に外部から、要は客観的に見たら、ドーム行けるのかどうかっていうのはですね、そこはまた話違っていて、要は、主観で見るのと客観で、ね、その、アーティストの評価を見るのってまた違っていて、ドームは厳しいんじゃないかなっていう、要は規模感なんですよ。ただし、ホールに関しては余裕で埋められると思います。事実は、ハスの空のね、サードライブも需要高いと思いますし、ホールですけど。だから、アリーナがちょうどいい塩梅なのかなっていう。まあ、それこそ、Kアリーナですよね。キャパ2万人ぐらい。これがね、まあね、一番ね、ちょうどいいんじゃないかなっていうふうに僕は感じている、レベルなんですよね。はい。まあ、2万人程度ですよね。まあ、なのでね、ハスの空自体がね、そもそもね、東京ドームを目指す方針なのかっていうと、そこもね、また違うと思いますし、ある意味ね、虹ヶ崎とちょっと似たような立場なのかなと。まあ、もちろんね、ラブライブを目指すっていうね、ことに関しては変わりないんだけれども、じゃあリアルでもね、ものすごくこう、アーティストとして高く評価を、まあ、もちろんね、高く評価されるに越したことはないんですけども、高い評価を受けて、本当にドームツアーガンガンやっていくような、そういう想定で、ハスの空が動いてるかっていうと、また違うのかなと。うん。まあ、以前もね、少しね、SNS でも話題になってましたけども、実際ね、会場を抑えるってね、本当に1年スパンとか、まあ、本当に何ヶ月も前から動いてるっていうスパンで、こういった物事って動いてるので、実際数ヶ月後に、ドームでね、こう埋められるほど、ものすごくハスの空が人気が出ます。じゃあドーム抑えますっていう、要は博打的な、商売するかっていうと、ちょっとそこはね、やっぱり違うのかなと。やっぱり安定的なアリーナを取って、まあ、行くのかなという、その流れは見えてきますよね。はい。まあ、あとね、単純にコンテンツがね、その多様化したっていうのも、これも挙げられると思いますね。アクアが好きな人もいれば、リエラが好きな人もいる、虹ヶ崎が好きな人もいれば、ハスの空が好きな人もいると。いうことで、まあもちろんね、僕は全部、同時進行で押してますけれども、やっぱりそうじゃない人が大半だというのもございます。まあアクアの場合もですね、その、東京ドームをね、ガンガンやったりとか、してましたけども、あの時はですね、アクアしか、ラブライブだ当時、コンテンツが進んでなかったっていうのもあって、じゃあ次ドームやっても絶対お客さん入るだろうみたいな、もう、ね、自信がすごくあったから、できたわけで、じゃあ、ハスの空もじゃあ、ドーム例えばやりますとかってなって、その、埋められるかどうかね、自信がないのにやるっていうのは、それはある意味、博打みたいなもんじゃないですか。まあ、なので、そこの塩梅っていうのは結構きついのかなと。まあ、ハスの空ってね、一応ね、バーチャルコンテンツとしてね、展開進んでますけども、まあ、実際にライブイベントとして、その、蓋を開けてみたら、やっぱり、キャストのイベント、2.5 次元イベントっていうのが、まあ、需要としてはあるのかなと。じゃあそのライブイベントの、ね、規模感として見た場合に、じゃあドームレベルにあるのかっていうと、まあ、ドームレベルではおそらく需要はないんじゃないかなと。まあ先ほどから何回も言ってますけどもね、アリーナ規模っていうのがまあちょうどいい塩梅なんじゃないかなっていうふうに、まあ感じるところでございますね。皆さんの見解もね、ぜひ知りたいのでコメント欄たくさん書いてください。お願いします。もしですね、この動画になってほしいらグッドボタン、高評価、チャンネル登録お願いします。では以上、浩平でございました。バイバーイ。